石井さん、原監督との間にトラブルがあったと一部では報道がありましたが、事実なんですか？いやいや、そんな、皆さんが想像されているようなことは、シーズンも後半戦ということでね、お前さんたち、わっしょいベースボールの精神で、頑張っていきましょう。そしてタクちゃん、丸の指導、よろしく頼むよ。何もなかったですね。ボグセビック。